こんにちは、ブルーホースです。今日は仕事中毒で病気なんじゃないかっていう話をね、していこうと思います。どうでしょう？皆さん、こう、社会人の方で仕事を普段から一生懸命バリバリとやっている方、ついつい休みの日でも仕事を考えてしまったりとか、こう、なんか休憩時間でも、なんか常にメールが届いてないかっていうのをチェックしちゃうとか、そういうタイプの方いらっしゃらないでしょうか。それってもしかしたら病気かもしれないっていうね、ちょっと恐ろしい話になります。で、これは仕事をしすぎな人っていうのは不安症かもしれないと、まあ、いわゆる精神的に来る病気なのかもしれないというところですね。仕事熱心な人っていうのはどの会社にもいたりするんですよね。しかし常に仕事のことを四六時中、休みとかご飯を食べている時とか家族と過ごしている時とかでも考えていたりとか、それからしょっちゅうメールチェック、なんかもう5分おきにメールチェックのボタン、受信ボタンをポチ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 押している人っていうのは、もしかしたら心の病を患っているかもしれませんよっていう話です。で、これは研究があって、ワーカホリック、ワーカホリックっていうのは一体何かっていうと、家庭をはじめ周りのことを顧みず、仕事に打ち込みすぎちゃっている人のことを言います。ワーカホリックですね。と、精神病についての検査を行いました。で、結果どうだったかっていうと、ワーカホリックの人の方がそうでない人よりも精神病のスコアが高かったっていう結果なんですね。はい。で、例えばどんなものがあったかっていうと、ADHD ですね。まあ、落ち着きがない部分ですね。は 32.7%、 ワーカホリックじゃない人は 12.7% で、強迫性障害は 25.6%、 そうじゃない人は 8.7%、 不安症は 33.3%、 非ワーカホリックは 11.9% と、で 4%、4番目うつはワーカホリックの人は 8.9% で、非ワーカホリックは 2.6% ということで、いずれも働きすぎの人の方がそうじゃない人と比べて全体的に高かったんですよ、数値っていうのが。はい。で、ワーカホリックの正体、これ正体の字が違いますね、正しいに体ということですね。で、というのは、実は仕事がめちゃくちゃ好きだからやっているっていうわけじゃなくて、心の不調が原因で仕事にのめり込まざるを得ないと、仕事にのめり込むことによって、その不安症とか強迫性障害とかから逃れようと、紛らわそうとしている可能性があるんじゃないかっていうことなんですね。はい。でですね、仕事中毒を確認する質問としては、こんな感じであるんですが、質問がここにあるんですが、まず仕事中毒の人たちっていうのをやっていくと、ワーカホリックじゃない人たちに比べて、仕事中毒じゃない人たちに比べて、ワーカホリックの方が、精神病のスコアっていうのが高い傾向がありましたと。で、ついつい仕事をしすぎてしまう人に関しては精神もしくは感情に問題を抱えている可能性が高いですよっていう結論がまず一つ出てるんですね。で、原因は一体何なのっていうことを探っていくと、実は不明なんですよね。ワーカホリックになってしまうのは果たして遺伝的なものなのか、心の病を抱えることが、要は心の病気になってしまったから働きすぎを引き起こしてしまっているのか、それとも働きすぎが心の病を引き起こしているのか、この A が先なのか B が先なのかっていうのはちょっと分かってないという状態ですね。なぜそうなるのかっていうのは残念ながら判明していないというところですね。で、いずれが原因であったとしても、結局は働きすぎっていうのは心の病気のアラームが鳴っていると思った方がいいので、即座に休息のタイミングを取った方がいい、もしくは仕事のことを全く考えない時間を作るっていうのが吉ですっていうことです。で、自分自身がワーカホリックかどうかっていうのを探っていく質問は次の通りです。まず過去1年間で以下の症状を経験したかどうかっていうのを考えてみてください。で、1全くないから、まあ、3どちらでもないで、5いつも当てはまっているっていうので採点をしてください。では7つねやっていきましょう。7つトータルで質問あります。まず1つ目が、もっと働くための時間が作れないかつい考えてしまう。2つ目が、大抵最初の予定よりも長時間働いている。直感でいいですよ。3、何らかの罪悪感や不安、無気力、鬱を避けるために仕事をしている。4つ目、周囲からもっと仕事を減らすようにと言われているが、ほとんど聞き入れない。5、仕事をしていないとストレスを感じる。6、趣味やレジャー、運動よりも仕事を優先する。7、働きすぎで健康に悪影響が出ているですね。以上7つの質問です。まあパッとね、ここ5秒くらい移しますんで、まだ答えられてない人は採点1から5をですねやってもらえたらと思います。
で、採点結果としては合計点いくら超えたらまずいっていうものではなくって、上記の7つある質問のうち4つ以上の項目に4点もしくは5点をつけていたとしたら立派な仕事中毒に当てはまってしまっていますというところです。なので意図的に仕事を抑えてもう健康面を優先する必要があります。とは言っても正真正銘のワーカホリックの場合なんかはどうしてもね、やっぱり仕事をしていないと不安に襲われ続けてしまうので限界を迎える前にそこから抜け出すためにも自分で意図的に仕事を終わらせるとか、それから考えないようにするっていうのが難しい場合は精神科医の方に相談をして治療を受けた方がいいというところです。で、仕事がどうしても抜けきれないとか頭でずっと考えちゃうっていうような場合はぜひ相談をしてみていただけたらというふうに思います。ということでね、本日は仕事中毒は何で来るのかっていうことと、それをほったらかしにして仕事ばっかりやってるとどうなってしまうのかっていうところをね、ご紹介してまいりました。まあ、やりすぎはね、いいことはないですから。で、ましてや、年々ね、仕事の効率化って言われている時代ですから、もう多少はね、仕事ができなかったとしても、あとはテクノロジー、IT が何とかしてくれるような時代になってますからね、気楽にやっていきましょう。ということで、本日の動画は以上です。お疲れ様でした。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。